はい、どうもピートです。今日はスーパーに行ったらアスパラアスパラアスパラって言ってて、でついつい買ったんですけど、何がいい食べ方ないかなと思って、新じゃがも出てるし、でそれをガレットにしてその上にアスパラ乗っけて好きなマッシュルームとかも入れちゃってみたいな、ガレットのピザみたいの作っていこうかなって思ってます。じゃあじゃがいもを剥くところからやっていきます。はい、新じゃがなので皮を剥かなくてもいいんですけど、私実を言うとあんまり皮付きのポテトとかが好きじゃなくて、揚げたやつは好きだけど、気にならない人は目を取って、でそのままスライスしても大丈夫です。皮が剥けましたら千切りにしていきます。やめてやめて、おとなしいからここにいていいけどさ、もう超薄、あとこれは食べられない。色が変わりやすいんで、後でまとめて千切りをしてなるべくひっつけと、基本千切りなんですけど、ちょっと幅があった方が私好きなので、3ミリぐらい。ボウルに入れておきます。でんぷんのぬちゃぬちゃを利用したいので、これは水にさらしません。小麦粉を小さじ半分程度入れてやるともっともちっとします。ちょっとあっちって、でここに私はバジルを入れます。あとお塩ですね。ちょっとやめて、もうあっち行ってね、えあっち行って、ほら、はい、よいしょ。ニンニクのみじん切り入れちゃいます。 もちろんニンニクは入れなくてもいいです。バターを 5g、 丸く整えてあげます。なるべく厚さを均等にするように、上からコンロで、ちっちゃいコンロでじっくりじっくり、多少チューチューいってきましたら、で再弱火にして5分測ってみましょう。まだちょっとなので3分蓋を開けて火を入れます。アスパラです。アスパラの筋筋があるっていうのほど嫌なものないですから、ね、とりあえず根っこ2センチぐらい、結構硬い。下の方は皮むききで割っちゃいます。こうしとけば間違いないんです。赤も取ると可愛くなくなるんで取りません。3センチぐらいで斜めに切っていきます。マッシュルームも入れます。ティッシュでお掃除してます。これは4等分ぐらい。ガレットがいい感じなのでひっくり返します。まあまあかな。じゃあ反対側も焼いていきます。最弱火プラス1の目盛りで反対側を焼いていきます。アスパラさん、オリーブオイル、ニンニクのみじん切り、待ってんの？まだね。でもご飯の時間にもね、1時間以上あるんだよ。忘れてた。ベーコンも入れます。1分差ぐらいでカキを入れます。あら、あれ、いきます。じゃあ、爪楊枝に聞いてみよう。あ、爪楊枝がいいって言ってます。お味は私の口に聞いてみます。おいしい。ではこれは完成。はい、ガレットさんですが、一番ちっちゃいコンロの口で5分焼いて、最弱火プラス1で3分焼きました。素敵素敵になってる。じゃあここでこちらに移しまして、でここにチーズ、雑草と、じゃあこれうまいの確定ですね。でチーズを溶かすために、最弱火プラス1でとりあえず3分。
ゃないけど、こんくらいでいいと思います。すいません、これでやります。ガレットのアスパラピザ完成です。もちろん、あったかいうちに食べていきます。アスパラメインだったけど、マッシュルームがうまい。うん、美味しい、美味しい。これうまい。本当は1個のじゃがいもで1人分、あのちっちゃい方のフライパンで作ろうと思ったんですけど、娘の分も作っていてよかったです。もうちょっと食べちゃう。はい、うまいもんにうまいもん乗っけてるんだからまずいわけないですよね。大好きなチーズもたっぷりかかってるし、ぜひこんな食べ方してみてください。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。